アラン・アーキンはアメリカ合衆国ニューヨーク市出身の男優。本名はアラン・ウルフ・アーキン。二人の息子、アダム・アーキンとマシュー・アーキンも俳優である。エージェントはエンデバー・タレント・エージェンシー。学生時代、フォークグループのザ・タリアーズを結成し、ボーカルとギターを担当。その後、1958年から1968年まで、フォークグループ、 デイビーシッターズにも加わってミュージシャンとして活躍していただが幼い頃は俳優を志したと言われ大学卒業後もベニントン大学で演劇を勉強していたという1960年代に入りセントルイスをはじめとする地方規模の舞台を数多く踏んだ後オフブロードウェイからブロードウェイに進出 トニー賞など多くの賞を受賞する。1966年、アメリカ上陸作戦で映画デビュー。そしていきなりアカデミー賞主演男優賞にノミネート、ゴールデングローブ賞受賞という映冠を得て、一気にハリウッドにおいての成功者となる。1967年には、オードリー・ヘプバーン主演の暗くなるまで待ってに出演する。1968年の 愛すれの心寂しくで、再びアカデミー賞主演団優勝にノミネートされた。1970年代は、監督にも進出する一方、キャッチ22などのコミカルな作品においての演技、テレビドラマでは、サイマスケデルカの亡命などのシリアスな演技と幅広く活躍。ピーター・ホークとも、呆れた、呆れた、大作戦とビッグトラブルの2作品で、 息の合った共演を披露した。近年では作品を引き締める重要な役回りで登場することが多く、2006年度にはリトルミスサンシャインで第79回アカデミー賞助演団優勝と英国アカデミー賞助演団優勝を受賞した。また2012年度にはアルゴで再びアカデミー助演団優勝にノミネートされた。俳優、ミュージシャン、 ギタリストの顔のほか、子供向けの童話作家としての顔も持っている。ありがとうございます。